スピードスケートのインターハイが熱海町で開かれ、開始式では品川市長が選手たちを激励しました。今まで積み上げてきた努力を新に変え、最後まで正々堂々と滑り抜くことを誓います。式では市内の高校生およそ300人が合奏と合唱を披露し、選手たちを歓迎しました。そして品川市長が、日頃の努力が存分に発揮され良い記録が出ることを期待していますと選手たちを激励しました。今年のインターハイにはおよそ300人が出場し、県内からも男女9人が上位入賞を目指しました。3年間の集大成となるように自分の滑りをしっかりして、結果として入賞につながればすごくいいと思っています。スピードスケートのインターハイが福島県で開かれたのは21年ぶりで、4日間にわたり氷の上で熱い戦いを繰り広げました。郡山市は音楽を通して交流を深めている東京芸術大学と連携してサクソフォン教室を開きました。サクソフォン教室で講師を務めたのは、東京芸術大学出身でプロのサクソフォン奏者の上野浩平さんです。教室では市内の小学生から高校生までの吹奏楽部の代表4人が直接指導を受けました。上野さんはそれぞれの演奏の特徴を分析しながら、少しでもいい演奏ができるようアドバイスを送っていました。そうなる、ならないぐらいがいい。すごい楽しかったのと、あと自分の弱点が分かったので良かったなと思いました。僕自身もすごい小学校でこのサクソフォンという楽器に出会えた素晴らしい環境があったので、やっぱりそういう環境をここ、ね、郡山市は本当にたくさんあるでしょうし、それをこう存分に生かして活動してほしいなと思います。最後に上野さんが演奏を披露し、集まった人たちが美しい音色に聞き入っていました。郡山市障害者福祉センターで手話に興味のある初心者を対象にした簡単手話入門教室が開かれています。基本的にはそこの指先は顔になってますね。合うっていう手話ですね。合う、はじめまして、顔とか合わせますよね。はじめまして。教室は8回コースで、手話を体験することで聴覚障害者への理解を深めてもらおうと開かれています。この日はおよそ20人の受講者が、講師の山中沙織さんから日常の挨拶や自分の名前を手話でどう表すかなどを学びました。先生の説明も楽しいし、こう皆さんフレンドリーに接してくれるので楽しく勉強できています。教室の募集は終了していますが、センターでは手話に興味がある人からの問い合わせを受け付けています。